のり子は神経質すぎるんだ。だって君が悪いんですもの。戦慄そして怪奇、100年の昔から現代にまでたたる恐るべき怪病の怨霊、その奇怪なる物語とは。真の女様、嬉しゅうは存じまするが、八重は身分の卑しい女ゆえ。何を申す、そなたにはこの真の女の気持ちがわからんのか。